なんでこれ入るかっていうと、こう後ろに目いっぱい持ってるんで、はい、この僧帽筋が縮んだ状態なんですよ。で、縮んだ筋肉っていうのはもう力出せないんですね。もう三角筋しか使えない。で、これを応用で重くなってちょっと肘を曲げた場合は、こういうふうに取って肘をこう曲げて、ちょっとアップライトローのような上げ方に近くって、サイドレイズっぽくするっていうような上げ方をしてあげると、あの重くなっても上げられる。ちょっと見本見せましょう。あ、お願いします。最初に肘を後ろに目いっぱい持ってます。目いっぱい後ろに持ってって、ここから肘を曲げて、こういうふうにですね、こういう感じで上げるんですけど、アップライトローに近いような感じをサイドレールとアップライトローを混ぜる感じですね。こう。で、この時も薬指にやって、肘を、で、毎回肘を一番後ろに下げて、こう上げる感じですね。こうすると、肘を曲がってるんで、もうちょっとヘビーを使っても大丈夫ですけど、基本的に、この、ここの動きはそんなに変わらないので、はい、後ろにずっと肘があるままなので、あのサイドに入る。まず肘を曲げて、腕を肘をこう曲げる感じです。あ、そうか。はい、で、こういう感じですね。はい、ここにあるけど、肘は同じ位置になるわけですね。はい、はい、でこの位置で、アップライトローとサイドレーズの間みたいな感じがあります。そうそうそう。で、毎回肘が一番後ろに入る。そうそう、はい、で、グッと上げて、毎回肘。でこの時にぶら下げているより肘が上にあって、そうダンベルが下に下がってるんですよ。ぎゅっと、そうそうそう。ぎゅっと、これも、ここだけで、ここが先に縮んで、ダンベルが後がついてくるぐらい。そうそう。ぎゅっと、そうそう。一回ごとにリセットってこういう、そうそう。一回ごとに肘が内側に入るって確認しながら来る。はい。で、ぐっ、そう。はい、OK。そうするとヘビーを使っても、あ、そうですね、はい、重さが使えるようになりました。重さが使えても肘が痛くならないので、うん、結構ヘビーにこのバルクアップの肩を使えるっていう感じですね。で、あと肩は早くやるのがすごいポイントで、はい、他の部分よりももっと早く。で、どうしてかっていうと、速い動きに反応する、はい、あの筋肉なんですよね。例えばボクシングだとジャブとかパーンと弾くような時に肩がいくけど、僧帽筋っていうのは力があるけどゆっくりの動きなので、ゆっくりやると僧帽筋が使われやすくなるんですよ。だから同じフォームでも丁寧にやろうと思いすぎて、ゆっくりやってるとだんだん僧帽筋に入っていっちゃう。まあ、試しにちょっと、はい、今のフォームですごいゆっくりやろうとしてみて、ゆっくりやると僧帽筋、どんなにいいフォームでやっても僧帽筋意識し始めちゃうんですよね。わかりました。まあ、これはあんまり参考にならないので。ゆっくり上げるってことですね。ゆっくり上げて、そうですね、常にゆっくりぐーっと、もっとゆっくりぐらいに丁寧にやっていくと、なんかだんだん分かんなくなっていくんですね。これをもうガーンと早く上げようとした方が、何も考えなくても早く上げようとすると、もっと早くやると、僧帽筋の方に入らないで肩に入る。はい、OK です。はい。あ、本当ですね、はい、そうだと思います。なので、うん、早く上げてゆっくり下ろす。あ、ゆっくり下ろすっていうか最後がゆっくりなので、あ、最後がゆっくり、早く上げて、はい、ストーンと下ろしてスローダウンしていって最後はゆっくりっていうのが一番いいですね。どうしてかっていうと、はい、ポンと落としてこの途中で受け止めた方がこの落下を受け止めようとするので力を使うんですよね。自力でグッと加速をできるような重さをゆっくり下げてもあんまりネガティブの方の効果が出ないので、ネガティブの方も重さを作ってあげたいので、ギュッて最後グッて上げて、それ加速してってあげて固めたらスッて少し落とすんだけどスローダウンって言って、最後は一番ゆっくりになる。そうすると常に抵抗を受けているので、ネガティブの重さも増える感じなんですよね。だからその軽い重量を使っても、はい、ポジティブもネガティブも重いっていう感じ。実際の重さは使っているということで、はい、早く上げて、最後は上げた時は最後は早く、下ろす時は最後は一番ゆっくりっていう感じ。全くゆっくりのスピードでやるとまた僧帽筋に入っていっちゃうんですよね。わかりました。そこは難しいと思います。そのスピード感っていうのがかなり肩には重要なので、はい、まあ、サイドレイズはこういう感じでやっていくといいと思います。めちゃくちゃ参考になりました。ありがとうございます。で、今この肘を後ろに引くっていうことでかなり肩には効くようになったと思うんですけど、この今度はこのボリュームの位置ですね。このボリュームの位置があんまり下がってるとかかっこいいので、もうちょっと上げたいんですよね。で、これにすごい有効なのが、有効というか、このなんでこのボリュームが変わるかっていうと、はい、この下の位置でちょっと止めてみてください。そうするとこの辺が痛いですね、はい、で、じゃあここちょっと上げていきます。で、ここでこれが上がっていくのが分かります、はい、で、これ手を下ろすとこことここの差があるんですよね、はい、
ですからここで結構意識って割とみんなしやすいので、はい、ここばっかりやりたがるんですけど、ここが実は大事なんですよね、この辺の襟が。でそうするとこのボリュームが上の方につくので、はい、この見た時に肩幅がこう広がって見える。ですからどういうこのスピード感を最後ギュッと加速させていくと、最後は一番この辺が一番力を使って、でストンと下ろしてここでグッて止めて、ここの一番止めた瞬間が一番力がやっぱ入りやすいので、でスローダウンしていくっていう、はい、ギュッて加速させてスローダウン、あの落としてストンと落としてキャッチしてスローダウン、このスピード感もかなりサイドレイズで、はい、このかっこいいシルエットを作るのに大事になりますね。だから聞いてるだけじゃなくって、どういうシルエットにするかって考えてやってあげるとすごいいいと思います。でまあこれをやってるし、だんだんこの辺とこの辺の力も神経が発達してきて分かって、ここで弾くっていうふうに思ったのになると出てくるんですけど、最初は絶対できないと思うので、この位置で覚えておくといいですよね。落として入れてそうですね。あとはプレワークアウトとして上だけやるっていうのもあります。はい、この今ちょっと上げてみてください。胸をグッと張った状態 でここからここだけを最初のセット で、 そうですね、もうちょっと下げてもいいですけど、ここから上げる、そうここだけを最初にウォームアップでこの予備疲労でやっておくと意識がしやすくなったりとかもするわけですね。なるほど、ギュッと固めてグッと上で固める、そうこの練習をしてから全体をもうちょっとヘビーにしてやるっていうのも、あのサイズの上の方にボリュームをつけるのにいい手ですね。1キロでもだいぶ来てます、はいはい、今サイドをやってもらったんですけど、これだけだとボリュームもあのまだ上の方に足りないんですよね。でこのサイドの方にポコンとこうちょっとボリュームをつけて肩幅を広げてあげないときに、どこが大事かっていうと、このマルキーサイドよりもちょっと後ろの方の、完全にリアレールドってここじゃないんですけど、サイドの一番後ろの方のライン、この辺が重要になってくるんですよ。でさっき前にちょっとやった時に、はい、あの前のサイドの前の方でしたよね。だからこれ逆に後ろなんですけど、これ以上後ろに行かないですよね、はい、だからどうすればいいかっていうと、このまんまベント、あの上半身を倒してあげればいいわけです、はい、胸を張って胸を張ってちょっとだけ上半身を倒して、はい、そのグッとこれを反ってるっていうのは大事。このまんまこの状態で親指に体重をかけてちょっと内股にして、膝ちょっと曲げて、そうですね、この状態であのここをあのこの状態でやるとこっち側があれなんですよね、ちょっとサイドがの後ろ側が使われるわけです、はい、ただこれだと今度はあんまり重いのはやっぱ使えないですよね。だからこれ肘をしかも上の方に上げた方がいくので、はい、肘を曲げるともっと上まで縮むんですよね、はいはいはい、そうするとここの、 あの前から見た時に上の方のボリュームにつく、ここが一番縮みやすくなる。でこの時にダンベルはこう斜めにこうちょっと小指、はいはい、あ、ここですね、正面向いてもらって、はい、こういう感じですね。で手はこっちの向きにしてあげるという で胸は張ってるけどこう向きで、この状態でグッと縮めてあげるとここら辺が来ます。でこのまんまこの V のでですから、こう V を描くような前から V ですね、それで、はい、V にしてギュッと、そうですね、でもうちょっと体を起こしてもいいかなってところですね、はい、でこの V のまま、そうですね、V のまんま、あの戻したりしないで、そうですね、この方が、ここにあのこうしてるとあのダンベルが大きくなるとぶつかっちゃうのもあるし、 あとはこう行く重さがかからないんですよね。だからこれ重さが抜けちゃう感じになるので、こうだと、だからこういうふうにすることによってこっち外、ま、そうですね、でこのまんまこのここに V 字のこういう棒があって、そこをスライドさせていくような感じですね、はい、でこの時に下げた時に、まあ、ちょっと背中が丸まっちゃってる僧帽筋になっちゃうので、これもかなりそうですね、すっごい反ってる状態を、で膝もちょっとまあすぐにしてもいいかな、で結構起こした状態でサイドのエリアなのであんまり倒しすぎない方がいいですね、はい、で気持ち下げる感じで、はい、そうですね、ぎゅっと、そうそう、ぐっとこの縮めるところで、これはコンパウンド種目なので、もうちょっと重い方が意識がしやすいと思うので、重いに使えるので、ちょっと重いのやってみましょう。ぎゅって上が大事なので、絞り込む。そうそう。この時にここに溝が見えますよね。こうやって上げた時に溝が見えますよね。この溝がぐって深くなるように。はい、ここをぐってくぼむじゃないですか。これがよりくぼむようにすると、サイドの腕を使える。上が大事なので、ぎゅってしまう。そう。ぎゅっ。そうそう。ぎゅっ。胸を張って、チェストアップをかなりキープして、ぎゅっと、そう。あっち、キュッ、はい、OK です、はい、
そうするとちょっとこのリアが、はい、でちょっと置いてみてください、はい、でこの自分では分かると思うんですけど肩のボリューム感がちょっと横に膨らんだの分かります、この辺のボリューム感がそれじゃないです、上の方です、はい、上の方はボリュームついたの分かります、ちょっとこの辺がちょっとシルエットが変わりましたよね、はい、いつももっとこっちの下の方だったかなと思います、この辺がこう丸くなるのに今のラインがすごい大事なんですよね、はい、でこれがサイドがちょっと上がってきてこの辺がまたついてきて、はい、両方合わさると肩がこっちの方に上の方に丸くつくので、あめっちゃいいです、はい、丸いラインが、はい、この自分でビフォーアフターで多分一セットやるとパンプしてるのは分かると思うんですけど、こんな感じでこの種目もすごい大事なので、はい、特にこの種目はサイドあれですね、肩幅広げるのですごい大事なので、この辺っていうのは一番前から見てはっきり見えるし、あとサイドを押し出してくれるので横幅にバンって広げやすいんですよね、この辺をちょっとしっかりやってあげるといいです、はい、ありがとうございます、はい。